千秋ってできてるでしょ、うん、できてねえよ絶対できてる。だって真央もなかなかの吉田豪のお気に入りだと思ってんの、うん、なんか絶対気にかけてくれてるし、うん、気にかけましたよ。そう、真央も吉田豪のこと好きだし、うん、でも絶対眉村千秋うん、はもう特別扱いしすぎ。してない、全然してない。絶対やってると思っててそう今日これを聞きに来たのできてないですよ。絶対嘘。なんで。え、絶対だってデレデレしてるもん。デレデレしてないよ。デレデレしてる、私わかるもん。確かにね、真央さんにはデレデレしてないね。そうだから真央さんにはしてないよ。そうだから絶対絶対もう うん、やってる。やってないそんな男じゃないよ郷さんは、ね、いや、なんで、なんで、最近じゃん、だって眉村千秋さんって。まあね、この 2,3 年、うん、3年ぐらいですかね、うんうん、私の方が長いじゃん、付き合い。長い、2014とかから。そうでしょ、うん、なんでさ、うん、さ、そんなさ、あっちの方がさ、なんかあれなの、特別扱い。だって肩車してたんでしょ。肩車しましたね。魔王してもらったことないもんあの、基本しないからしてほしい。基本しないですよ、うん、家に遊びに来るの。あのね、一人では来ないよ木下桃花っていうのもと NMB の子と遊んで、うん、その流れで来たことはある。ね、絶対他にも来てる。来てないよ。絶対できてるえ、分かるもん。だって私2014年からの吉田豪との付き合いなんだよ、うん、絶対絶対やってる。一回はやった、チューはした、絶対。真央さんでもね、あれですよね、真央さんは謎の手紙とかもらったことありますよ、僕。そういえば何、うん、覚えてない。なんだっけ、誕生日の後かなんかでライブ見に行ったらなんか手紙渡されて、うん、あの吉田豪なら結婚してもいいよって言った全然覚えてない全然覚えてない。書いてありましたよ、そんなこと。プロポーズされましたよでもこの間私、うん、あの小林清美先生と難波さんとの配信で難波さんにも言っちゃった。見た難波さんにも、難波さんなら結婚してみんなに言ってる気軽にプロポーズしすぎだよっていうなえ、眉村千秋来てんの、本人登場って言われてる。どこできてません。え、絶対できてる。いや、眉村千秋さん絶対渡さないからね、私の吉田豪はまずあなたのではない私は運営の森永以上に愛せる人が多分いないから、うん、多分できないんじゃないかって言ってる。この上野森永さんとの関係っていうのがまたかなり特殊で。そうなんですよ、ね、これも説明するとなかなか大変な。最初は普通の上だったけど、うん、上とアイドルだったけど、うん、某の家庭の事情がややこしすぎて、うん、最近になってその実のお父さんに会いに行く動画の企画とかもやってましたけど、うん、要するにちょっといろいろあった家庭で、うん、そのでメンタルも壊れていく家庭流れで、うん、相当助けてくれたのが森永さんだったってことですよね。そうなんです、うん、なんかもう自分ではどうすることもできなくて、うん、私なんかすごい大人に頼ろうとしたけど、うん、大人は全然助けてくれなかったの結局。いわゆるその社会福祉的な方向で助けを求めた時も助けてくれないことがあったっ。学校の先生も助けてくれなかったし、うん、児童相談所、福井の児童相談所も守ってくれなかったし、うんうん、なんかその、なんだろうな、ああ助けてくれないんだってなって、信用できない大人にひどい目に遭わされた時にそうなってた、うん、そうそうそう、うん、森永さんに、うん、なんか助けてもらって、うん、その森永さんと、まあ、その時の社長が全部解決してくれたの、うん、法的に処置も取ってくれるよってなって、うん、だからもう自分がなんか、うん、アイドルやってなかったら、うん、考えたらすごい怖い。誰も助けてくれなかったり。え、そう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 、うん、全然そう、うん、それぐらいまあすごい人で、うん、そっからやっぱそのお父さんみたいにもなるし、うん、運営とも思えるし、うん、ですごいまあ今46歳なんですけど、うん、なんかなんすごい面白いおじさん、うん、私友達だしみたいな。基本的にね、元プロレス好きのね、うん、あの比較的話の合いそうな合うかな、はいはい、人ですけどねそうプロレス好きだから。僕が最初話聞いて衝撃受けたのが、うん、真央さんのメンタルの話とか多分トークイベントの時にいろいろ聞いたんですよね、うんうん、あれは多分お休みホログラムと多分一緒にやった時かな、うん、僕とか何かな、はい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 、運営も一緒にみたいな感じで話聞いてたら、う
まあ真央さんが本当にやばかった時期の話みたいな、うんうんうん、もう発作がすぐいろんなとこで出て、うん、あの移動中の車のドア開けて飛び降りようとしたりとか、そうあれ高速とかで、あれね、うん、自分でも惜しかったなって思いますけどね。何もうちょっと行ったらこう、うん、何死ねてたかなとも思うけど、うん、それぐらいの状況、そうそうそう、なんかその時はあのなんだっけシートベルトしてたから降りれなくて、うん、でもその後にフロントガラス割りました、うん、うわ足で割れるんだ、なんかこうやってドンってやって、うん、そう靴だから硬い靴でなんかそうそうそうやっちゃってフロントガラスがバキバキになってっていうのもありましたね。だから本当にそういうギリギリな状態で暴れたりなんだりとかしてた時に、うん、それも相当体張って助けてたのが森永さんだって話を聞いて、 それこそ一時期そのライブの、うん、あの空気を変える力が完全にあの前世紀の大仁田淳並みだって言い方を僕がしていて、うんうんうん、でね大仁田淳のプロレス観戦したりとかしたりとかそういう流れで、うん、プロレスやるみたいな話が来た時も、うん、そもそもこの体調でできるのかって話だったんだよね。そう、あの過呼吸とかすぐ起こすような状態でプロレスっていうのはできるのかっていう、うんうんうん、そうそうそう、うん、だからすごい他の人にも、うん、その太ってたし私なんか薬の影響だったんですよ ね、 そうね、明らかにアイドルを超えた体型にはなってまあだからこそね女子プロレスラー感が84キロ行きましたすごかったもんね。そうあれでふてぶてしく煽りまくってやってたらそれプロレスラーしか見えないってやってたら確かに、うん、でもあの頃もガチ恋いたんですよ。そうなんだ。そう多分私のことガチで好きな人いた、うん、全然太ってんのに、うん、今の方がいないかもガチ恋こんなに綺麗になったのに私、ね、相当頑張りましたよ。そう、うん、でもう薬の影響で、うん、なんか84キロまで行っちゃって、うん、でなんかその何回かこのプロレスやった方がいいんじゃないみたいなのもあったけど、うん、それどころじゃないからさこっちはそもそも体がもう持たないから、うん、そうそうそう、だいぶやった後ぶっ倒れたみたいになってるわけで、そうもっと体を張ったことしなきゃいけないと思ったら、そう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 、うん、そうだからなんかあの、うん、何にも考えれなかったけど、うん、最近プロレスしてる、ね、そうようやくねできるコンディションになったっ、そうそうようやく体はプロレスラーらしくなくなったけど、うん、そうなんです、身も心もねコンディションは良くなった、良くなった良くなった、うん、だからあの松本美也子さんっていう方の団体、うん、崖の内プロレス、うん、っていうところでその2回試合を出させてもらって、うん、すごい楽しかった。最初にね、それこそここに高木三四郎社長が出た時にその話になったけど、ぶらり土壌プロレスのね、うんうんうん、その動画コンテンツでね、うん、アイドル編があった時に真央さんも出ていて、うん、なんで出たんですか。それこそ多分アプガの人とかいろんな人が出る中に紛れてて、でいろんな空手やってる人たちが実はそんなにプロレスの対応がそんなにできてないんだけど、やっぱり一人だけ完全に狂ってて、そうが、うん、あ、いや、その覚悟の話聞いて爆笑したし感動もしたんですよ。その事前にプロレスラーとかにね、技は全部本気で入れてくださいっていう。そう言った。だって違うの。いや、それも失礼だって分かってるの。うん、プロレスラーの人に、まあね、うん、失礼だって思うけど、私は顔を踏んでほしいし、うん、本当に、うん。男色 D のさんだったら、うん、お尻に当ててほしいの、はいはい、要は寸止めとかされてもそれで演技できるような力はこっちにあるわけもないんだから、うん、そうそうそう、ちゃんとやられてちゃんと痛い思いをしたいっていう、したいしたい、うん、だから言った、うん、でもその後に、うん、すごい私は、うん、失礼なことを言ったんだなって思ったけど、うん、でもそれでも本当に痛かったし、うん、あのその本当にやってくれたんだなって思って嬉しくなった、うん、本当にやったとは言ってたそう、あのありえないですからね、プロレスラーと絡む時のフレーズでまずないやつだけどだってそんなさ、うん、嫌じゃん、うん、向こうはさ真剣にプロレスラーやっててさ、うん、こっちだって真剣にアイドルやってんだからさ、うん、その仕事じゃん、はいはい、そんななんか手抜いてアイドルだからダメって言われるの嫌だもん、うん、アイドルだから被り物なんで顔は絶対触れないでくださいとかね、うん、でそんな意味わかんない、顔叩けそう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 、
いや、良かったですよ、あれは。本